それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。マナちゃんさんからいただきました。今やってる人造人間ガシャの割引引いたらパーフェクトセル出て発狂しました、ありがとう、ということで、僕割引から出たことないんですよね。まあそもそも割引引かないっていうのはまああるんですけど、ここ最近ちょっとね、まあ一回20石やしみたいな、20結晶やしちょっと引いてみようかなと思ったんやけど、全然引かなくて出るみたいな。なんかね、単発と10連やったら単発の方がスパーキング出るみたいな、なんかそういう風潮、オカルトみたいなあるとは思うんですけど、僕は単発で出たことほぼないっす。出た覚えが全くないですね。はい、羨ましい。お次のコメントがこちらです。風太郎さんからいただきました。このベジータめっちゃ好き、かっことはいえベジータは全部好きだから使ってもらって嬉しい。僕も、あ、俺も久しぶりに使おうということで、まあそのアイコンも魔人ベジータですもんね。僕もドラゴンボールの中ではベジータがトップクラスに好きなキャラクターなんで、やっぱベジータ一家パーティーとかね、だんだん完成し始めてきてすごい嬉しいですよね。うん、まあ残すはやっぱりスーパーサイジン4ベジータですよね。あいつめちゃめちゃかっこいいんでね、ちょっと期待してます僕は。まあでも2周年とかクリスマス、まあどっかの大きなイベントじゃないとスーパーサイジン4は出ないと思うんですけど、まあまあまあ気長に待とうと思います。お次のコメントがこちらです。GT さんからいただきました。キスケさん出してるドラクエのアプリって今から始めてももうついていけない感じ、ということで、まあこれドラゴンボールのコメントに来とったんですけど、あ、多分あれですよね、ドラゴンクエストライバルズのカードゲームのことだと思うんですけど、今から始めても全然追いつけると思いますよ。まあというのも全国大会まあ開催されてて、その優勝者がこう好きなカードを全員に配ることができるんですよね。それで、まあ、手に入りにくい英雄カードっていうカードを結構まあポンポンと錬金してくれてるんで、わりかし追いつけると思います。で、まあ、もし課金するつもりなのであれば、好きなレジェンドカードと交換できるメダルっていうのがセットでついてる、ものを購入できるんですよね。うん、それまあ1個ぐらい買ってしまえばもう強いデッキ1個組めるぐらいにはなると思うんで、うん、今から始めても全く問題ないかなと思います。はい、ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回はメタルクーラーを使っていこうと思います。メタルクーラーが6凸になりました。はい、なので、まあ、ステータス的には、マックスの状態ということですね。まあ、7凸で Z アビリティは上がるんですけど、まあ、ステータスをちょっと見ていただきましょう。防御タイプで、こんな感じ。うん。強いね。強いですよね。まあ、防御タイプでこれだけ火力が出すことができれば、まあまあ十分じゃないかなと。今の環境ね、思います。はい。で、体力も結構多いと。で、打撃も射撃の防御力も結構高くていい感じですよね。さあ、まあ、能力はいっか。Z アビリティはまあこんな感じ。悪の系譜もしくは劇場版の射撃防御力を 33% アップということで、まあステータス的にはなかなか今の環境にも食いついていけるぐらいのステータスにはなったということで、まあ、さらに、木染めパーティーがすごい流行ってるよね。うん、だからその木染めパーティーに対して、まあ、今回メタルクーラー使っていくのは悪の系譜パーティーなんですけど、系譜パーティーで行った時に、まあ、結構苦戦するんですよ。結構苦戦するんですけど、メタルクーラーがいれば、結構簡単に勝てちゃうと、うん、いうぐらい、まあ、今の悪の系譜パーティーには結構メタルクーラーは、いい感じにね、使えるキャラクターとして存在しているので、いいっすよこれ。うん、しかも結構メタルクーラー僕好きなんで、これはありがたい環境かなと思いましたね。ということで今回使っていくパーティーがこちらの悪の系譜パーティーになります。はい、まあ、フラグメントはこんな感じですね。うん、
まあ、たまになんかフラグメントを見せてくださいって言われるんでね。はい。ということで、今回はこちらの悪の系譜パーティーでメタルクーラーを、とりあえず選んで使っていこうと思うんですけど、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。木染めパーティーですね。まあ、今の環境ね、ほんまに黄色が多いんで、おい、粘るぞおい粘るで、あ、マジか。じゃあ攻めよう。ほい、はい、射撃、いやーマジ間に合わない。まあとりあえず、まあ木染めに対しては、ああうめえなうまいな。おい、木染めに対してはメタルクーラーが結構刺さってくれるんですよね。全体回復もあるんで。あ、ミスった、間に合わなかった。おい、ういうい、よしお、射撃、おい、はい、来ない。いや、メタルクーラーかっこよくないっすか。おい、えい、よいしょ、あぶだ、よし、おい、オッケー。さあ交代できないでしょう、どこにもミスった。ここミスんのちょっと痛いな。おい、帰れないよな帰れないよな。おぉ、よし、はい、ライジングで、得していこうか。なんか系譜特殊読まれがちなんですよね。さあどうだ。うわ、もうほんまに読んできたかほんまに読んできたか、困った、はい、ヒット嫌です、ヒット嫌です。あ、死ぬなこれは。いや、さすがに死んだ。いや、下手すぎる。もうちょい粘ってからメタルクーラーで良かったっすよね。いやでもな、相手のライジングをちょっと食らいたくないっていうのはあったんですけど。あ、相手ライジング打ったっけ、打ってないよな。おい、あーマジ、あーよかったちょっとうめえなと思ったんだけど、よし、あーもうドちゃんこですねドッチャですね。え、マジ、あーなるほど。まあでも有利属性なんで必殺が入ったとしても潰して大丈夫、はい、回復、ほい、はい、さあ変えて、はい、来ない。いやどうしようかな、びっくりマーク出てる、ほい、よし、はい、潰せ、よし、あーラッキーはい、はい、よし、なんとか粘ってる、よし粘ってる粘ってる粘ってる、あーダメか。バニシングをね、できれば削っておきたいんやけど、あ、マジ、はい、ほい、そしたらもうこれでいけんちゃう。あー厳しいか、ほい、ほい、あ厳しそうやな、あーどうだこれ、ほい、ほい、ダメか、ほい、よし、オッケー、対戦ありがとうございました。強い、はい、くばるその姿よくお似合いですよ。安っぽいね。さあ対戦やっていきましょう。系譜に何やら赤デジットが入ってますねなんでだ、はい、よし、はい、お、あマジ、ほい、1回目でカバチン外しが成功しなかったね。はい、はい、どうでしょう、持っといて、ああ
はい。ほい。潰しといてと。おい。二つなら、どうでしょう。あ、くそ。くそ。はい。閉じ込めはしないと。最速。最速ばっか取られてんね、ちょっと。この程度で俺が止まるか。はい、それはさすがにダメですよ。ほい、射撃通常で返しといて、射撃ほい通常で返しといて、はい、どうする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 。あー、間に合っちゃうか。ここで縛られていく。じゃあ回復使っといて、これがでかい。よし時止めていく。射撃、はいはい、どうしようかな。ライジングはやめといた方がいいよな、さすがに。はい、オッケー、包帯禁止解除された。いい、やめてもらって、オッケー。はい、お射撃、ほい射撃、ほいほい、どうでしょう。やめてほしい。あー、まあ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 大丈夫でしょう。これは、はい、メタルクーラー硬いしね、しかも硬くない？めちゃめちゃ硬いよね。いやー、何やってんだ。まあ変えとこう。うん、メタルクーラーの動画なんで、ちょっとメタルクーラーは守っていきます。残念、さすがに落ちるよな。もう何回見てもピンク色のゴールデンフリーザー気持ち悪いよな。キモくない？はい、ほら、そんな急いで下がっちゃダメでしょう。はい、遅い、うい、ほい、ほい、どうやって近づこうかな。あ、ラッキー、ほい、ほい、よし、最速、はい、あー、なるほど、捨てていくわけね、オッケー。あー、もう焦っちゃうよ。近づかれちゃうと、お、あ、ちょはい、射撃、いい、オッケー。さあ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 、もうバニシング潰しといて、はい、射撃、おい、射撃、オッケー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 。対戦ありがとうございました。あっけなかったね。さあ対戦やっていきましょう。人造人間パーティーですね。はい、貴様打撃しかないやろ。打撃しか特殊しかないやろ。おい、なんだなんだなんだ、おい、いいダメージ近づけないね、近づけないね。おい、はい、よし、なるほど。まあここで早急に使わしたのはでかい。はい、攻め攻める、ほい、いいよ、ほ、よし、ああ、よしじゃないわ。全然よしじゃなかった。いけー、危ね。どうしようかな、危な、潰して、おお、マジか、ありゃりゃ、どうしよう。変える、打てへんのちゃう、威力ないから。あ、打てましたね。打てるか、はいはいはい。気絶はダメ、気絶はダメ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 、ナイスナイス、よし、おいおい、もうライジングいっちゃうか。はい、さあ、オッケー、
まあ体力少ないパワセル残して体力多いこっちを出してくれるっていうのは正直ありがたいっちゃありがたいんでね。でメタルクーラー有利取れてるんでパワセルには、はい、ドン、これかっこいいなぁ。オーケー、さあやべ、よし、はい、ほい、よいしょ、ほい、落ちるねこれ究極まで入れたら強っ、強すぎ。お、対戦ありがとうございました。よくお似合いですよ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はメタルクーラー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。強いですね、強い。まあ最終形態クーラーかメタルクーラーかっていう選出で戦っていけば結構安定すると思います。ゴールデンフリーザと、フルパワーフリーザと、であと最終形態クーラーもしくはメタルクーラーっていう感じで使ってあげれば、今の環境は十分悪の系譜っていうか、まあ環境トップクラスで悪の系譜は強いんじゃないかなと僕個人的には思ってます。もうプライベートで回すときは悪の系譜が人造人間しか回さないんで、うん、あの味方側使わないんですよねなんでやろうか分からんけど、サイヤ人とかあんまり使わなくて敵側のパーティーを使ってるんで、まあこのメタルクーラーが6突になってくれたっていうのは非常に嬉しいことでした。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。Surrounds me.